大谷翔平が救援50人中ナンバーワン。 MLB 公式が独自の格付け発表。彼の全盛期を目の前で見られる。打っては打率3割2厘32本塁打71打点投げても7勝4敗防御率 3.32 の好成績で前半戦を折り返したエンゼルスの大谷翔平選手。11日日本時間12日に開催されるオールスターゲームにも3年連続で出場しますが、それに先駆け MLB 公式は出場選手の独自格付けを公式サイトで発表しました。大谷選手は先発野手を選ぶファン投票でア・リーグ最多となる264万6307票を獲得。 DH 部門で1位となっていましたが、先発投手としても選手間投票5位で選出され、両リーグ最多の32本塁打を放つなど今季は打棒が爆発しています。投手としてもエンゼルスを引っ張り、3年連続3度目の二刀流選出となりました。救援に先立ち MLB 公式サイトは、オールスターの中で最高の選手は誰だとのタイトルをつけた格付け記事を掲載。堂々の1位に大谷選手が選ばれました。投手選出もしている大谷選手ですが、4日同5日のパドレス戦で右手中指の豆が潰れ降板したことで、今年のオールスターでは投手としての出場をしないことを明言しています。ただ記事では、彼は登板しない、大谷はそれでも最高の打者かもしれない、最高の投手の一人だという事実に加えてだと指摘しています。さらに、彼が現在やっていることは過去に誰も成し遂げたことのないもので、それを今彼の全盛期に目の前で見られる機会を我々は得ていると唯一無二の大谷選手の価値を評価していました。2位にはロナルド・アクーニャ・ジュニア選手、3位にはムーキー・ベッツ選手と、そうそうたるメンバーが登場していますが、50選手の中で大谷選手の最高評価は揺るがなかったようです。そんな大谷選手を評価しているのはメディアだけではないようです。疑った二刀流から5年、ログン主砲が感激、100万の言葉でも伝わらない大谷翔平の魅力。2021年に MVP を獲得してから毎年のように MLB にてトップの活躍を維持している大谷選手。今季の活躍は特に顕著であり、メディアや同僚だけでなく敵軍監督や選手まで驚きを隠せない様子を見せています。そのうちの一人がドジャースのフレディ・フリーマン選手。エンゼルス大谷翔平投手を大絶賛しました。10日、日本時間11日、フリーマン選手はオールスター戦シアトルを前に報道陣の取材に応じ、大谷選手に対して、本質的に理解できない、アメージングだ、ファンとして見ていて楽しいと大絶賛のコメントを残しています。フリーマン選手はブレーブス時代の2020年に MVP を受賞したメジャーを代表する好打者、通算2017安打309本塁打と文句なしの実績を誇る33歳ですが、二刀流として規格外の活躍を見せる大谷選手には畏敬の念を抱いています。大谷の前半戦で最も感心させられたことはとの問いかけに、目を丸くして、一つに絞ることは難しい、打者の大変さはわかるけど投手のことはわからない、毎日打者として出場し5日目には登板して打者としても出場する、理解できないことだと投打にわたって活躍する姿に驚きを示し、続けて、マウンドでは100マイルのカットボールを投げる、意味がわからない、1回しか対戦機会がなくてほっとしている、とんでもない才能の持ち主で毎日の活躍が特別だと惜しみない称賛の言葉を並べました。フリーマン選手は大谷選手がメジャー1年目だった2018年を振り返り、当初は大谷選手がメジャーで投打の二刀流ができるとは思ってなかったようで、今まで誰も見たことのないことだから想像することや予想することすら難しい、高校でやるけどメジャーでもやるって聞いた時はとんでもないことだと思った、成し遂げていることをどう表現していいかわからない、彼を称賛する100万個の言葉を並べた話を書いても十分に伝わるかわからないねと、文字通り当時は二刀流は非現実的であると考えており、
想像すらできなかったようです。それだけに。それだけすごいことだ。本当にどう表現していいかわからない。翔平についてこの4年間オールスターで答えているけど、毎年同じ答えだ。彼のプレーを見られるからここに来られてよかったと思っているよ。と大谷選手に対する思いを吐露。7度のオールスター選出を誇るドジャース主砲であるフリーマン選手は、これ以上ないほど称賛の言葉を並べて大谷選手について話していました。ちなみにフリーマン選手の長男チャーリー君も大谷選手の大ファン、親子ともども魅了されっぱなしのようです。このフリーマン選手のコメントに関してネット上では、インコースのボールをセンターからレフト方向に持っていくバッティングは大谷翔平選手も見習っている部分があると思います。素晴らしい打者ですよね。来年チームメイトになったらとんでもない打線になりますね。見てみたいです。見てて思うけど、このフリーマンは本当によく打つよね。 MVP とワールドシリーズ優勝経験者だし、ブレーブスでは長くチームリーダーで、ドジャースでもそういう存在、ワールドシリーズでも大活躍だった。カージナルス時代のプホルスもそうだったが、長年チームリーダーを務めた生え抜きのスーパースターでも FA 後必ずしも育ったチームと契約するとは限らないし、チームを移ることは極めて普通だよね。フリーマン、前回彼の唯一の失投を見逃さずホームランにした男は素晴らしいの一言でした。そんなバッターと同じチームでスタートを切れたら、それはまた素晴らしいことですね。さあどうなるのでしょう、といったコメントが並びました。救援前に敵選手、監督、OB などから止まらない称賛の声。私の妻は写真を撮るんだ。救援で日本選手初となる柵越えの本塁打が出るか、注目が集まる大谷選手が出場するオールスターゲーム。先に述べたように、MLB 公式独自のランキングで1位に選ばれた大谷選手への称賛の声は、フリーマン選手だけにとどまりません。多くの MLB のトップ選手たちが集まる救援には、対戦した選手、監督らが勢ぞろいし、前半戦に対戦した現役選手や監督、さらには OB から大谷選手に対する多くの声が相次ぎました。10年連続ポストシーズンに進んでいる常勝軍団であり、米メディアも移籍先の有力候補に挙げるドジャース。指揮官であるドジャースのロバーツ監督は、高めの球には明らかに適応していると今季の打者大谷の進化を感じ取っていました。さらに今オフに FA になる大谷選手に累て、来季ドジャースに来る確率はと問われたドジャースのウィル・スミス捕手は、 95% かな、パーセンテージまでわからないけどと語り続けて、彼はミスを逃さない、投手では100マイル投げてえげつない変化球もあってとベタ褒め。大谷がドジャースに加入したらと問われると、来年ぜひ球を受けてみたい、彼がドジャースに入ってワールドシリーズ制覇に貢献してくれたら最高だねと笑顔で取材に応じていました。また通算238本塁打を誇る強打の捕手、ロイヤルズのペレス選手は、彼は2023年のベーブ・ルース、彼がやることは実に信じがたいと称えれば、16号を打たれたカブスの右腕ウェスネスキ選手は、普段なら本塁打を打たれると腹が立ったりするが、あの打席はそれを感じなかった、自分はいい球を投げたが彼の方が良いスイングだったと、その時の試合を振り返りお手上げのコメントを残しています。選手たちだけでなく監督たちも大谷選手の名前を挙げていました。大の大谷ファンで知られるアストロズのダスティー・ベーカー監督はオールスター戦の前日会見で大谷選手について言及。誰が監督を務めようが全員が彼にロースター入りしてほしいと思うだろうねと褒め言葉で始めると、今まで素晴らしい野球選手は見てきたけど、彼は私が見てきた中で最も優れたアスリートだ。風のように走ることができて、100マイルを投げることができて、誰よりも打つことができると、同地区のライバルとして大谷選手が所属するエンゼルスと戦ってきたベーカー監督だからこそわかる二刀流の凄さを改めて強調しました。そして押しも押されもせぬスーパースターとのエピソードとして、
大谷は試合前に必ず頭を下げてくれるんだが、私はそれをあまり見たくなくて下を向いているよ。だって彼はその後にフェンスを軽々と越える特大のホームランを打つんだからね。それで私は妻に怒られるんだ。大谷は我々が対戦する中で最も礼儀正しく最も高潔な相手の一人だよ、と大谷選手とのエピソードを明かしていました。 MLB 通算2143勝のレジェンド指揮官もうならせる大谷選手、その魅力は計り知れないようです。ベーカー監督は最後に、私の妻は大谷の写真を撮るんだと呆れながら、報道陣を笑わせながら去っていきました。現役選手、監督だけでなく、ヤンキース、ドジャースなどで監督を務めた名将ジョー・トーリシンも大谷選手について言及。100年に一度だよと大谷選手の才能を絶賛していました。米ニューヨーク州地元紙ニューヨークポストのポッドキャスト番組ザ・ショーに出演したトーリ氏、ヤンキース監督として4度のワールドシリーズ制覇を成し遂げた名将であり、ヤンキースでは松井秀喜氏、ドジャースでは黒田博樹氏など日本人選手を率いた経験もあります。番組ホストのジョン・ヘイマン氏から、今季も二刀流でチームを引っ張っている大谷選手について、大谷のやっていることが信じられますか、私には信じられませんと話を振られた通り氏は、100年に一度だよ、とてつもないね、投打両方とも素晴らしい、それを毎年やっているんだ、驚くべきことだ、しかもとても簡単そうにね、彼は卓越したアスリートと信じられない様子で絶賛した通り氏は続けて、大谷がどこに行くかはわからない、今季が終われば FA になるんだろうと、名将も大谷選手の去就には注目のようです。またヤンキースのブーン監督は今季前半戦の大谷選手を振り返り、大谷選手の走力を高評価、印象的なポイントにスピードだと即答し、最も速い選手の一人だと、現在11盗塁とメジャー最多の63塁打をマークしている大谷選手の脚力に言及しました。大谷選手と同じ舞台で共に戦う選手や監督たちのコメントにネット上では、大谷は野球のプレーは一流で礼儀正しく、ベーカー監督をはじめ他の選手からも好かれている、みんなからリスペクトされても天狗にもならない、最近野球選手の子供の夢を壊すようなスキャンダルが取り沙汰されることもあるが、大谷は世界最高の選手と言われても謙虚で、野球少年のような純粋な姿に多くの人が惹かれるのだろう、同じ日本人として誇らしい。 MLB 選手や監督が大谷選手の凄さを語るとき、能力はもちろんだけど人柄の話が多いそうですね。これだけの活躍をしながら成績よりも人間性が話題に上がるのは相当なことだと思います。最近毎年のように大谷について聞かれるけど、みんなめちゃ褒めてくれる。普通こんだけ同じこと聞かれるとイラつく人もいそうだが、みんな嫌そうにしない。大谷さんの別格さもあるが、人柄なんだろうな。マジで人として尊敬しかできんですね、といったコメントが並びました。この日はホームランダービーなどが行われ、大谷選手自身はプレーしなかったものの、メディアデーでグラウンドに姿を現すと、観客もスーパースターの一挙手一投足に注目。ネットの隙間から無数に差し出された手を前に、サインに応じる大谷選手の姿を見られました。ちびっこがインタビュアーに優しい笑顔を見せる一面も。世界の才能が集まる米球界、29歳の日本人が主役を演じるオールスターゲームでは、世界中の野球ファンが大谷選手のアーチを待ち望んでいるのではないでしょうか。